この最後の、消費喚起は給付の方が始めやすいし、やめやすい。だったら早く第3次、補正予算案組んでくださいよ。2回目の、定額給付金やってくださいよ。だったら。まずはそれでしょう。こんなこと言うんだったら。何回も言いますけど、まあ、やっぱり、経済成長させないような政策を取る人間っていうのは、やっぱり、売国奴です。売国奴です。国賊です。はい、皆様ちゃん。ファミリー小林です。今日ですね、これは8月14日金曜日の日本経済新聞の一面なんですけどね。まあ、甘利自民党税調会長のインタビューが載ってます。まあ、甘利さんといえば消費税増税賛成論者、転じて経済成長否定論者です。でですね、まあ、彼、また、まあ、税調会長という立場から、まあ、いろいろ、まあ、税金について、まあ、あだこだインタビューを受け、それでまあ答えてるんですけどもね。でですね、まあまず冒頭、ちょっと最初、ちょっとかいつまんで、ちょっとまとめて言っていくと、まず固定資産税は極力上げるべきではないと。まあ特に商業地は上げるべきではないと。まあまあ今年、まあ、新型肺炎流行って、それでもう、収益がガタ落ちになってしまったから、その商業地。なんでね、その商業地にある固定資産税は、固定資産にかかるその固定資産税は、まあ、上げるべきではないというふうな、ことを言ってます。でですね、今度はですね、法人税。まあ、法人税も、まあ、基本下げるべきではないということを言ってます。でですね、このエコカーですね。エコカー減税ってありましたね。今もあるんですかね。わかんないですけども。まあ、そのエコカー減税なんですけどもね、こう言ってるんですよね。コロナ不況の下で販売を回復させるのを第一に考えると、そうするとエコカーが増税になる選択肢は避けた方がいいって言ってるんですよ。だから減税の方向に行くんじゃないですか。なぜか、その、車を販売させるために、車の販売の足かせとなっているエコカー、その、まあ、エコカー減税で、まあ、そういう減税ですね。減税をしないということ。この販売を促進させるのでは、その足かせ、ポーンって取って、まあ、プラスして、まあ、楽にしてあげようということで、エコカー減税やろうか、というふうな、ことも言ってますよね。じゃあ、消費税はどうか。消費税どうか。エコカー減税で、減税によって、それで、販売をアップさせる。ということを言ってますからね。車の場合は。で、消費税減税の場合はですね。で、甘利さんはですね、こう言ってるんですよね。社会保障と紐付き。社会の安定要因になっている税だと。政策ツールに使うべきではないと述べてるんですね。で、消費喚起の、給付の、消費喚起は給付の方が始めやすいし、やめやすいと強調したと言ってるんですよ。まず、政策ツールに使いましょうよ。使いましょうよ。消費税増税論者が、これ政策ツールに使うべきじゃないって言ってるんだから、消費税減税論者は、ガンガンここをつきましょうよ。政策論争しましょう、ここ。次行われるか、次行われる衆議院議員選挙での、その、重要項目のうちの、まあ、争点のうちの一つに、絶対にこれ減税、もしくは廃止、消費税、持っていきましょう。ということで、そうやると、消費税増税者が困るということをこれ言ってますね。いいことです。弱点さらけ出したってことはいいことです。で、そこの社会保障と紐付き、だから社会保障に充てるため、その安定財源として消費税が必要だと。消費税が必要だと。だから消費税は減税しませんよというふうなことを言いたいんでしょう。もうね、何回も先立ての動画でも私言いましたけども、まあ、社会保障、安定財源として消費税を、まあ、置くとどうなるかというと、まず税収入全体増えませんよ。もう経済成長しないんだから。税収入全体は増えません。だから60兆円行ったり来たりになります。それで安定財源ですか？本当に安定的に財源、多くの財源を取りたいんであれば経済成長させるしかないんですよ。今60兆円前後ですよね。前にも言いましたけど、GDP が倍になれば、15年後に倍になれば、15年後の、税収入が、今の倍、まあ120兆円前後。まあ、よく言えば120兆前後ですよね。まあ、減税やるかやらないかでは、ちょっと、まあ、変動しますけども、まあ、おおよそ少なくとも100兆円は超えるというふうに、見てもいいんじゃないですか。
GDP が倍になればでしょ。GDP 倍になるということは、もう、実質賃金も倍になります。ということは、経済、国民の生活が豊かになります。それで、まあ、ただ結局、この社会保障費にも私は、国債発行で賄うべきだと思ってるんで、何も税金、税金で払う必要はないです。ただ、まあ、インフレ率が高くなって、それでまあ税で回収、市中のお金回収しなければいけないよと、回収したいんだよというふうなことであれば、まあ、税収入増やして、その増やした分を、まあそこに使ってもいいかなという感じですよね。そういうことによって、まあ財政健全化見込まれるけども、まあ、見込まれなくてもいいよとね、ものすごい軽い気持ちで、その税収っていうのは、税収で補うということをすればいいと思います。なんでね、まあ、社会保障のと紐付きで、それで安定財源にしなくてもいいんですよね。しなくてもいい。むしろ、安定財源にすると経済成長しなくなるから。実質賃金上がらなくなって、国民の生活厳しくなるんでね。絶対にこれはしてはいけません。絶対してはいけません。この最後の、消費喚起は給付の方が始めやすいし、やめやすい。だったら早く第3次、補正予算組んでくださいよ。2回目の、定額給付金やってくださいよ。だったら。まずはそれでしょ。こんなこと言うんだったら。ということで、非常にこの消費税の減税に対するその記述、言及っていうのが、なんていうかもう突っ込みどころ満載なんですよね。あと他のところは、賛成してる反対してるところがあります。賛成してる反対してるって、まあ、基本税金はこれ、消費税以外は、抑えるという方向で話してるんで、まあ、それはそれでいいとは思います。ただし、なぜか知らないけど、消費税だけは減税しようとしないんですよね。もうここはやっぱり、もう、財務省からきつく言われてるんじゃないですか。財務省の、まあ、なんていうか、確信ですからね、消費税は。なぜかというと、財務省はやっぱりプライマリーバランス黒字化を絶対やろうとしてるんですよね。ということは、プライマリーバランス黒字化なんで、税収入でその歳出を、まあ、賄っていこうと。税収入で。となると、まあ、税収入で賄うということは国債発行しないということです。国債発行で賄わないで、税収入で賄おうというふうな、ことを考えてますからね。なんでね、そうなるとやっぱり、国債発行を、まあ、ケチるということになります。もうそうなるともう経済成長しなくなるんですよね。経済成長しないから、税収入も増えません。なんでそんなバカなことで、消費税増税にこだわってるのか、なんでそんなバカなことにこだわるのかが全くわかんないんですよね。何回も言いますけど、まあ、やっぱり、経済成長させないような政策を取る人間っていうのは、やっぱり、売国奴です。売国奴です。国賊です。なんで、ということは、まあ、消費税増税論者っていうのは国賊なんですよね。で、まあ、甘利さんも完全にこれはもう国賊です。消費税増税論者ですか。と、まあ、そういうことで、もうね、消費税をな、もうね、増税する理由っていうのがもう、理由に対する反論っていうのはもうほとんどやってきたんですよね。まあ、これからもちょっと厳しくっていうか、まあ、繰り返し、しつこく、ガンガン、まあ、反論していきたいと思います。それで次の衆議院選挙、必ず、消費税減税もしくは廃止を、まあ、争点の一つにしたいと思います。あと、この甘利さんとまた対照的なのが、あれですね、国民民主党の、玉木代表ですね。立憲民主党との、まあ、合併がどうのこうの、結局は分党するという形になりました。国民民主党。で、玉木さんは、まあ、その分党で、立憲民主党には行かないということです。で、玉木さんは減税論者です。まあ、減税論者です。で、立民は増税論者です。増税論者です。ということは、この国民民主党から立憲民主党に移る人っていうのは、結局は消費税増税論者なんですよね。まあ、わかりやすくなっていいんじゃないですか。国民民主党。表面だっては、玉木さんのことをああだこうだ言ってる人いますけども、ネット界隈では、よくやったっていう声が多数ですよ。玉木さんは。信念曲げないでよくやったと。私も最初、この立民と国民民主、合併見たとき、合併話聞いたとき、やっぱ玉木さんも、やっぱ口ばっかりなんだなと思いましたけども、ちょっと、まあ、よかったです。よかったです。この調子で減税論者。
貫いてってもらいたいです。貫いてもらいたいと思いますね。まあ、野党の中で、まあ、ほぼほぼ唯一応援できるような野党、というふうなことを、言えるかなという感じはあります。だから、ほんと、国民民主党みたいな人たち、あと、まあ、令和新選組もありますけどね。ただ、令和新選組は、この昨今の、特に中国に対する動き、これをどう考えてるのか、まだちょっとわかんないんですよね。なんでね、まあ、令和は、こっからが知るんでしょうね。もうそろそろ経済政策も大事ですけども、いわゆるその外交面、防衛面、とても重要になってきます。とても重要になってきます。もうアメリカと中国、もう米中貿易戦争ですかね。もう米中冷戦ですからね。米中冷戦。もうこれに日本完全に巻き込まれるんでね。どういうふうなその外交戦略、防衛戦略をまあ展開していくのかっていうのは、これ、自民党に限らず、国民民主も限らず、もう全政党がこれ、表明しなければいけません。もう極端な話、私はアメリカつく。私は中国につく。もうそれだけでもいいです。もうね、一つ一つそれ、表明してもらいたいですね。その消費税を増税するのか減税。まあ、増税減税はもう大体分かれました。分かれたんですけどね。ということで、まあ、相変わらず、昔、あまりさんのことを、あまり真剣なんていう言葉ありましたね。あまり真剣。なんか、突き倒したのかな、三宅さんだったか突き倒したのかな、ちょっと忘れちゃいましたけどもね。あまり真剣なんていう言葉ありましたけども、今は完全にあまりダメ剣ですね。完全にあまりダメ剣ですね。もうちょっと日本の経済成長を考えてもらいたいです。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニア。